安全だと思ったやつが来い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 、こっち来い、こっち来い、こっち来い、ハハハハ、残念だな。残念だな、おい。残念だな。この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。画面の目の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう、デッドバイデイライト。はい、マイケルマイヤーズでやってまいりました。先日公開されました劇場で、ハロウィンキルス、来ましたね。とんでもなくマイケルが、本編でメメントしまくる、こういった動画でございます。上でやってるけど気づかれたかな。今回の構成的にはですね、破滅、堕落、そして雲、枯渇、まあ、これによってですね、強化された、まあ、ジュディスの墓石を使いまして、で効果図使って心音ないところでサバイバーが来た瞬間、このレベル3のレベル3の、立ち目を食らわせるっていうのをやりたいんですけど、ここの開けたマップちょっと厳しいかもな。で雲をね、ちょっとまずはこのケイトから集めていきましょう。雲を、まあ、トークンレベル、トークン3まで貯めれば、あとは立ち目めした時に、これ実は減らないんですよね。うん。どうしようかな、これ。貯めさせてもらって、殴りたいな、殴れるんだけどね。全然殴れるんだけどね。この余力が有り余った感。倒したら よしよしよし。この余力が有り余った感いいね。どうしようかな。とりあえず上を偵察していきましょう。破滅があるうちはちょいちょい接近して溜めながら、離していく。敵とか余裕あるから。スマ着じゃなさそうだね。しかし死んだ犬の酒場閉鎖してたけど、久しぶりにやってきたね。上やってるね。ケイトじゃないか、左に抜けたか。ギリギリ溜まった。あら、ちょっと待って、なんだ今の。一回切っとくか。またケイトを溜めに行くか。今回あれだな、狡猾使った C4 ゼロ攻撃ちょっと難しそうだね。カッシルか、使わせておきましょう。いずれここ近辺立ち回った時に板があるとね、立ち目の邪魔になるんで、十字星の墓石ってちょっと強化されまして、ちょっとここで狡猾使ってみようか。どういった強化かと言いますと、レベル3にならない限り、移動速度は落ちなくなったと、レベル3になると移動速度が落ちます。来てくれねえかな、さっきのカッシル。さっきのカッシル来ねえかな。来た来た、気づかれたか。板あるんかい。はい、ここでもうだいぶ板ないでしょう。次あれをやったらカッシルはゲットできる。まだやってんの。
ハロウィンキルズってもう全編メメントだからね。全編永続立ち目だからね。あれ？いたいたいた。ぜひチェックしてほしい。っていうかね、映画ゴジラ VS キングコング見ました。いやもうよかった。あのね、普通にキングオブモンスターズも良かったんだけど、ゴジラの、うん、その続編にあたるもので、ま、キングコング、ま、トークなんで、キングコングもまあ、ま、もちろん面白かった。あ、デッドハーだった。オッケー。キングコングももちろん面白かったんだけども、このゴジラとキングコングが対決するなぜか。なぜか対決するっていうね、はちゃめちゃ大バトルになるんだけど、本当に頭使わなくていい映画、最高ですね。もうドッタンバッタンのアクション劇。なるほど。全力疾走。いずれ君は絶対にメンバーする。見とけよ。寸止めにしてやるからな。誰にメメントしてやろうか今吟味しているところだ。やってないか。まあで、キングオブモンスターズは、キングギドラとかね、モスラとか、いろんなね大怪獣が出てきたんだけども、まあ、その中でももう、まあ、めちゃめちゃ強いこのコング、とゴジラの対決、スマジャックか、まあトークン貯めるだけだから、あれは残ってんね。トークン3貯めようか、あのケイトで。はい、貯めさせていただきますよっとこっち側来ないかな。やってないね、こっち側。いや、トークン3溜まるともう早い早い。で、これなぜ戦うのかっていうのももちろん面白いんだけど、理由、この地球の内部が空洞説というね、SF の面白さがあるんですよ。あ、もうたまんない。1トークン使おう。S の面白さがある。ラインの人。よいしょ。行くぜ。そういうことだ。全力疾走が出せなかったよ、どんな。さあ、もう一人行こう。地球空洞説があって、そこで、生まれた者たちがあんなにでかい風になっちゃったと、で、コングもそこの故郷に帰そうみたいな話に なるんです。で、そこのふいここら辺もう痛なかったな。ふいそういうことだ。で、その故郷に返して、で、故郷までね連れて行ってもらい、そこにあるとんでもないエネルギー源を発生するものを回収して、まあ、ある組織があるものを企んでるといった話なんですよ。これ単なるコングとゴジラの戦いの映画じゃない。ここら辺がね面白いところ。地球の内部が空洞説っていうところがね、まあロマンワクワクたまりませんね、SF 好きとしてはね。で、そこにはね、本来人間の技術じゃなかなかいけないんだけども、コングの引率と、ある企業の、すごい技術によって、それが可能になると。今回、とんでもないやつ出てきますよ。トレーラーとか見ずにね、見てほしいな。コングとゴジラ以外に、とんでもねえやつが現れる。なに？で、破壊。
全滅に乗っていきましょう。あっち側かな、ケイト。残ってんのがケイトか。溜め切れるかな、ケイトで。意外と吸っちゃったんだよな。もうローリーも吸えねえしな、あの妹ちゃんも。ちなみに映画ハロウィンの方では、あそこにいたぞ。ここ今いたよね、ここに。ここいたよね。お、いたよね。お、聞いたぞ。ん、お、ん、お、引っかかれた。溜めれるか。何、ギリギリ足らなかった。マジか、ギリギリ足らなかったよ。君も連れて行こうじゃないか。ハロウィン、ハロウィンのやつあるぞ。ハロウィンイベントももうすぐ終わるからな。早く早くあれしとかないと。これ今ここら辺に恋しやがった。あれ、お、4パー引くかい、4パー引くかい、さあ行くか。はい、行けませんね。あれ、やっぱ声聞こえるぞ、この辺に。あ、あ、いた。今ね、Unext で、一応見れます。 Amazon プライムの方どうなんだろう。あったあったあった、 Unext で見れます。ゴジラ VS キングコング、ぜひ怪獣バトル好きな人は見てみてください。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。メルクラでございました。お疲れ様です。そういうことだ。